今日は8月の11日です。そして JR 東京駅前に来ています。まあ、私ですね、皆さんご存知、ディズニーランド大好き系 YouTuber、 チャンネル登録者数75万人のディズニー YouTuber のスーツと申しますけれども、まあ、この私もですね、ディズニー大好き、私も、今はディズニーランドに行くことができません。まあ、なぜならばここは東京都なんですけれども、緊急事態宣言が出ていてですね、千葉県への、都道府県境をまたぐ移動については自粛を求められているからでございます。というか、まあそんなね、こんな感染者数が4000人とか5000人とか、もうそんな状態になっているような時ですから、まあそんな緊急事態宣言が出てなかったとしても、そういうのを、ね、やらないに越したことはないって当たり前のことなんですが、しかし実はですね、この県境をまたいではいけない、千葉県にあるディズニーランドに行ってはいけないという時期であっても、県境をまたがずに東京都から千葉県へ移動する裏技が存在します。実はとある裏ルートを使いますと、東京都と埼玉県、もしくは東京都と千葉県の間は県境をまたがずに緊急事態宣言の内容に即した状態で移動することができます。今回皆さんにそれを紹介します。まあ、ちなみにですね、直接は関係ないんですけども、今回ね、こういうのをこう僕の胸につけてるんですが、これはね、どういうことかというと、まあ、今人がいないからマスクしないんですけど、自分で言うのもあれなんですけど、僕有名人なんで、結構ね、街歩いてると視聴者の方にしょっちゅう話しかけられるんですけど、こういう方がね、多いんですよ。歩いてて、あ、スーツさんこんにちは、もうすいません、もういつも動画楽しく見てます、写真撮ってもらっていいですかって。なんかこう出会ったらば、マスクしてるんだけど、僕と出会った瞬間にいきなりマスクを下ろして、あ、スーツさんみたいになる人いるんですけど、これ非常に謎でね、またちょっと困ってるんですよね。だってそのマスク外して喋ったら、こう飛沫が結構飛んで、それを吸い込んでこう感染するかもしれないからマスクしましょうって言ったのにね、それいきなりこうマスク外しちゃったら、しかも話しかけてくるタイミングでマスクを外してたら、あの人マスクしてないからちょっと離れてようかなっていう対策のしようもないじゃないですか。もうちょっとなんかゲリラ攻撃みたいな感じになってて、非常に悩まされていまして、で私に話しかけてくる視聴者の方のね、4人に1人ぐらいこんな感じなんですよ、本当に。だからしょうがないからね、そういう人にも何も話しかけずとも分かるようにと思ってですね、こういう風なものを胸につけて、日々東京の街の中もね、歩いて、本当にこれ毎日ね、これつける、ここにつけてね、やってますよ。やっぱり世の中、頭良くない人もね、いっぱいいますから、いや、さすがにその人に話しかけるときにマスクずらしてみたいな、僕には考えられないんですけど、そういうことやる人がいっぱいいるし、今12時ちょい前ぐらいなんですが、多分レストランに行けばもう皆さんね、なんかね、こうにこやかに談笑されたりとかして、まあもちろんマスクしないでね、談笑されたりとかして飛沫を飛ばしながらご飯とか食べてるんだと思うんですけど、いや、そういうの、いや、まずいと思うんですよね、非常に。だってそういう人たちがもっとちゃんと気をつけてくれてたら、感染者もここまで増えなくて、それで逆にね、そのレストラン、飲食店とか居酒屋さんとかね、まあ、その旅行関係とか鉄道会社とか、もう困らないわけじゃないですか。僕、そういう頭の悪い人がね、結構世の中の足を引っ張ってるんじゃないかなということは、非常に思うんですけども、まあ、しょうがないですよね、でもね、頭が悪い人がいるってことは、その代わりにね、頭がいい人も生まれると、そういう個人差があるというのが、なんか生物学的にはそういうことになってるらしいので、僕、多分そういう人と比べれば、相対的にだいぶ頭いい方だと思ってるんですけど、自分のことをね、そういう人が世の中に存在するおかげで、自分はね、胸にこんなもんつけて出歩いても、まあ、別になんか会社とかから怒られないような身分になってるわけですから、ありがたいことっちゃそうだと、だから怒るよりはね、そういう人に感謝しなきゃいけないというのはあると思います。このままつけてね、丸の内のオフィスとかで働いてたら、なんか上司の方とかに、なんだこの頭おかしいやつはとか、なんかそういう風に思われて、評価とか下げられそうですからね、わかんないですけど、ありがたいことだよ。さて、そんな状態でですね、舞浜の駅まで行くには、普通は京葉線で220円払って、ここまで行けばいいのですが、残念ながら1個手前の葛西臨海公園までしか行くことはできません。なぜなら、この葛西臨海公園と舞浜の間に、東京と千葉の都県境があるからです。お、昼時のくせに奇跡的に空いている、こんなところがありますね。ここでお昼ご飯食べよう。一人客メインのところはね、大抵大丈夫なんですよ、会話とかしないからね。無事にお昼ご飯を食べまして、電車も空いています。乗車するのは京浜線です。次の秋葉原で降ります。この時間は快速ですからね。ありがとうございます。この電車は京浜東北線快速南浦和行きです。次は神田。そうか。お出口は右側です。もう今神田止まるんだっけ？ディズニーランドとは反対方向の秋葉原に着きました。
ちなみにちょうど降りた目の前の壁がね、こんなもうボコボコになってるんですけど、これ昔なんか戦争の、飛行機かなんかで、ね、攻撃された後なんだろうなとか思ってたんですけど、別にそうではないらしいです。ただこの階段は戦争の頃からあるでしょうね。これなんかもう木でできてるからね、すごいよね。100年ぐらいここにあると思いますよ多分。秋葉原駅はちょっと混雑をする駅なので、列車の到着の後、まあ1分ぐらい待ってお客さんがホームからはけたら自分で移動することにします。秋葉原は山手線、京浜東北線と総武線の乗り換え駅。しかしダメです、やはり小岩と市川の間に江戸川が流れていまして、これを渡ると千葉県との県境をまたぐことになってしまいます。だから秋葉原からこの総武線に乗り換えるわけでもありません。じゃあ一体これからどうやって千葉を目指すのかと言いますと、それはですね、ここにちょっと歩いていったところに岩本町駅がありまして、地下鉄に今度は乗り換え。暑いのでね、マスクしてない人もいるし、まあそれは全然それでいいんじゃないかと思うんですけど、ベラベラ喋りまくってるとかでなければ、まあこんだけ離れていれば何も心配はいらないでしょう。昭和通りとか神田川とかこの辺りはですね、いつもめちゃくちゃ人が多くて、うわこんなにいっぱいいるのはさすがにというぐらい心配になるんですが、なんか新しい救急車が現れたな、ああいうのもあるんですねと思ったんですけどね、やっぱまあ増えてきたな、まあこんぐらいだったら大丈夫なんじゃないかという気がするんですけど、まあ何人連れかで歩いてる人も多いので、こういうのは人のいない方を向かって歩いていけばいいんじゃないですかと思ったけど、信号のリズムの関係で今人いなくなりましたね。ちょうどいいや、めんどくさいからな、わざわざ逆まで行くのも。このマークの都営地下鉄に乗ります。都営地下鉄なら東京都の中だけを走るから大丈夫と思いきや、都駅岩本町からずっと乗っていったその終点、この元八幡だけはですね、ここは千葉県の駅なんですよ。千葉県の市川市になるのかな。この1個手前の篠崎、ここまでは普通に都営新宿線として東京都内だけを走っています。まあここも都営新宿線なんですけど、東京ではない区間があるのです。だから終点まで乗ってしまうと、やっぱり千葉県との県境をまたがなければいけません。まあ、当たり前ですよね。しかしとにかく元八幡方面の新宿線に乗ります。思ったより地下が深いな、こんなに深かったか、まあ、新しい方の路線ですからね。電車はもうガラガラだ。はい、東京都最後の都営新宿線の駅篠崎に着きました。現在地はここ、そしてこっちからがですね、いよいよ江戸川、東京都と千葉県の境目をなしているところです。ちなみに私実はさっきですね、これ篠崎の1個前の水江というところで一旦実は列車を降りておりまして、まあ、それでね、まあ、ちょっと用事があったんでそこで済ませてきたんですけども、まあ、その後そこで PCR 検査のね、なんかあの街中サンプル調査みたいなのがあって、あ、これはラッキーと思ってタダでやってきました。まあ数日後多分陰性で出てくると思います。篠崎は東京都江戸川区東端の交通結節線で、これは逆方向か、京成バスと都営バスの乗り換え駅でもあります。よし、来た来た。最後はこの京成バスに乗っていよいよ千葉を目指します。どうやって県境をまたがずに千葉県に入るのか、それはこのバスを降りたら分かります。ちなみに席を立たないでくださいというふうに書いてあるんですけど、こういうのもみんなあんまり話聞かないんですよね。ドアが開いてからね、席を立たないと運転中のお客さんの気があって、なんか運転手さんの責任になるらしいですからね。僕はもう絶対ドアが開くまでは立たないようにしてますよ。よし、着きました。ここが内沼というバス停ですが、いよいよこれから東京都からですね、密出国をします。この内沼地区の近くにはすぐもう目の前というべきですね、
いよいよ千葉県と東京都を隔てる江戸川が流れています。向こうに京葉道路がありまして、バンバン車が通っていますが、あそこには東京都と千葉県の県境があります。どこかな、あった、あそこに千葉県と書いてあります。要するにあそこを車で通っている人たちはみんな都道府県を越えた移動をしているわけです。上様の言うことを聞かぬ不届き者があそこにあんなに走っています。しかし実はこの奥に見える水門のところを渡っていくと、千葉県と東京都の県境を通過することなく、全く問題のない形で千葉県側に渡ることができてしまいます。ここは唯一千葉県と東京都の間に開かれた密入国のゲートウェイなわけです。まあ、どういうことなのか Google マップを、ね、見ていただきたいと思うんですが、この辺りはこのように変わった形をしています。目の前に江戸川が流れているんですが、まさに私の横でこれが二股に分岐しています。で、ここに県境があるじゃないですか。だからこれを渡っちゃったらね、千葉県に入るわけですよ。それはまずいというふうに見えるんですが、実はこの Google マップは不正確でして、本当に正確なのはね、国土地理院の地図です。この地図を皆さんに見ていただきたいと思います。で、これ見るとですね、まあ、現在地この辺なんですけども、見てください。この上のね、江戸川と書いてあるところから、この下の方のところまで、県境がちぎれてなくなっているんですよ。どういうことかと言いますと、あそこら辺までは確かに、千葉県と東京都の県境があるのですが、この辺で消滅して、ここら辺には県境がない状態でずっと行き、また向こうのあの橋のあたりまで行くと、また都県境は復活すると、そういう状態です。なんでそんなおかしなことになっているのかというとですね、この向こう側に反対にも水が見える、こういうとんがった土地があるわけなんですが、これを河原番外地というふうに言いまして、この土地が東京都のものであるか千葉県のものであるか、どっちに属するかが未だ係争中であって決まっていないからです。だから決まっていないものは県境が引けないので、当然県境を越えることもなく千葉に渡ることができてしまうということです。じゃあなんで県境が決まっていないのかという話をね、今度はしたいと思います。また正確な国土地理院地図をですね、これを昔の地図に切り替えますと、戦前ぐらいの地図がここにあるんですけれども、当時この辺りで、まだ川の改修工事の最中ということに、ね、なっていまして、こういう風な状態でした。当時はね、向かい側の河原番外地とされるところは、まあ、中洲みたいな状態になっていて、川の中にあったわけです。この Google マップのところに一応県境がね引いてあるように見えるんですが、これは正確なものではありません。もともとですね、確かにこれが正しい県境だったんですが、まあ、それは戦前の話でして、大正時代ぐらいからこの江戸川が、ここに流れていた江戸川がですね、これだけじゃなくてもっと川の数を増やして洪水対策をしようということになりまして、もともとこの左側しかなかった江戸川を右側にも分岐させるということをして、さらにこの辺りもね、もともと川じゃないところを川にしたりとか、川だった場所が陸地になったりとか、まあ、様々な改造工事をしました。その結果、このもともと川の中洲であったところがですね、陸続きになったわけです。すみません、今の話はまた後でします。とりあえずまずは千葉県石川市に密入国しましょう。この水門のところを歩くことができるようになっています。現在地は二股に分かれる江戸川の西方、旧江戸川に架かる校門と呼ばれる施設の上にいます。実際の景色を見ていただきますと、これは江戸時代の頃からここに流れている江戸川の流れでして、向こうからこう来てですね、そして反対側、江戸時代からの伝統的な流れの方に進みます。ただし水の流れはこのように閉ざされています。江戸時代から多数の船が通る重要な交通路でしたこの江戸川は、現在ではこのように閉ざされていて、全部二股に分かれた東方の方に水を流すことになっています。しかしそれでは船が通れなくて不便ですので、やはり船の通り道を作る必要があるんですが、今閉ざされているので、向こうとですね、それからあっちの門の向こうで水位に差が生じています。こっから見ても分かるんじゃないですかね、ちょっとは。なんとなく違うの分かりますかね。
そのためここを屋形船とかが通るときはまず向こうから入ってきたとしたらこっち方に入ってですね、でこれを閉めて、で閉めたら今度は水位を調整してこちら側を上げてお互いの水位の差が生まれないようにすると、あの有名なパナマ運河と同じやり方を取っているわけです。そのための施設、結構船は通るらしいですね。こちらは船に向けての信号機で、反対側にはね、ただいま水位差がありますので校門の操作にはちょっと時間をいただきます、そういうふうなことが出ていましたよ。あっちが船の通り道で、そしてこっちはもっと本格的な水門ですね。そう簡単には開けないんじゃないですか。全部ね、降りているのが見えます。ここからが旧江戸川、ちょっと古いみたいですね、これを見るに。江戸時代とかそれからもう明治時代いっぱいはここには川、江戸川といえばこれしかなかったんですけれども、今は枝分かれをしてこれのさらに向こうにもっと大きな川があるわけです。で、昔はまさにここが東京都、もしくは東京府とそれから千葉県の県境であったわけでして、で、あそこら辺に家があるじゃないですか。あれは昔から川向こうでありまして、もう昔から千葉県の市川市だったわけですよ。市川、だからそれは問題なく今でも市川なんです。ところがここなんですよね。ここの中洲が昔は東京だったけれども今はどっちなのという話になっています。まあ、一般的にはですね、大体その県境というのは川とかね、まあ、山とかそういったところをうまく目印にして引いていくわけです。で、歴史的にもそういう風にして作られてきました。だから川の向こうに今渡ったわけですから、そうすると、まあ、千葉県なんじゃないかと思われそうなんですが、しかし確かに歴史的には旧河川のね、その通り道とは違いますので、歴史的にもそれから今の感覚でもこういう大きな川の反対側というのは大抵別の地区になります。だから川を渡ったらば千葉県になりそうなんですよ。そして少なくともあの向こう側のところでは確かに今でも川を渡ったから千葉県ということになっているんですが、ところが昔の川の流れとだいぶ改造されているために、もともとここは東京都であったと。で、東京都としてはもともとここは東京だったんだから東京だろうというふうに言ってるわけです。で、千葉県はどう言ってるのかと言いますと、千葉としてはですね、ここは千葉県の本土と陸続きになったのだからもうここは千葉県でいいだろうと、まあ、あの歴史的にあの川は昔存在しませんでしたからね、あのあっち側は全部なくて向こうにしか川はなかったので、いやそれ考えたらこっち普通に考えたらもう千葉県でしょうというふうに主張しているわけです。そして、まあ、とりあえずお互いにその結論は出していないということになっています。なのでここは千葉県であるのか東京都であるのか決まっていません。今ずっと歩いてきていますが県境のような表示も見当たりません。で、実際どういうふうに使われているかというとですね、この河原番外地なんですが、これはまあ元々東京都であった場所なんですが、ここの野球場は実は千葉県の市川市が管轄しているらしいです。思いきや私の立っているところにはですね、川の反対側に渡ってきたにもかかわらず江戸川区と書いてあります。ここの一応この土地とかね、それからあとここにあの国土交通省の、河口出張所がなんかこういうのがあるんですけど、これはねこっちは一応なんか住所的なその管理としてはなんか東京都っぽい場所らしいんですよ。だからこの辺はなんか東京感があって、こっちは江戸川っぽいみたいなね、人に聞いて決めちまえよという風な気もするんですけど、まああんまり決める必要性もないのかもしれないですよね。みんなめんどくさがってこんな別にどうでもいいよみたいな、そんな風になってるってことはないのかな。お互いに係争中といっても別にそれでね、時折江戸川区民がなんか戦車を引き連れてですね、あのあっちの石川に攻め込むとかですね、そういったことは特にやっていないそうです。そして今度こちら側が明治以降に作られた新しい江戸川です。実際治水対策で洪水対策で作られましたので、この河原のグラウンドとかですね、反対側も土手までのスペースがかなりたくさん取られていて、少々の増水では溢れたりはしなさそうです。ここにですね、また水をせき止めたりするための江戸川可動堰というものがあるんですけれども、ここに、ね、その水位観測所なども設置されているんですが、これを見ると千葉県市川市行徳になってるんですよね。不思議だ。河川敷のところにも
市川市というふうに書いてあって、千葉県の実効支配が進んできているようです。救急患者を搬送するためのドクターヘリがうんぬんと書いてありますが、ここで野球をして大怪我して119番したら東京消防庁は来てくれないってことですかね。ちなみにここ河原番外地には珍しいことに完全無料の駐車場があります。これも市川市の管轄か。でもこの道路にはさっき確かに江戸川区の基準点が打ってありましたからね。よし、河原番外地はもうそろそろ終わりです。そこの道路から先は完全なる千葉県市川市。ここまでで一度も県境をまたぐことはありませんでした。さて、ちなみにですね、ここにまた江戸川の水をせき止めるための可動堰があるんですが、水門みたいなのがあるんですが、ちょうどねこの間まではこの橋を通って向こうへ行けたらしいんですが、現在もう行けなくなっていて、まさにもうそろそろ撤去解体するというような雰囲気です。今まさにその工事が始まったところですかね。ここにある江戸川を渡る橋はつい最近漂流を開始したみたいですね。綺麗、ピカピカだ。大きな川を渡ると都道府県もしくは少なくとも市区町村ぐらいはまたぎそうですけれども、またぎません。ガバガバの県境は向こうの方をこんな感じの向きで通っているからです。歴史的に浅いからね、最近作られたところですから。お、なんかいい公園があるな。せっかくね千葉に密入国したんだから、ちょっとなんかああいう干潟とかで遊びに行きたいですよね。詐欺がいますわ。かわいいな、とってもいいな。そしてここに行徳可動堰があります。相当立派。いや僕ね、これごめんなさい、ちょっと知らなかったんですけど、なんかいつも開いてんのかなと思ったんですけど、いつも閉まってるのが定位らしいですね。で、なんかその台風とかで、もう水がどんどん向こうに行かせないと、洪水があるとなったらば開放して初めてここをね水全力で通すということにするそうです。なんでこれ閉まってるのかというと、東京湾の方から潮の満ち引きの関係で塩分が入ってしまうと、我ら都民の、それから千葉県民もそうなのか、多分都民だと思うんですけど、その飲み水とかにも支障をきたすので、それはまずいということで、通常は閉めているそうです。だからまあ見ると赤潮なのか分かりませんが、向こうはこんな感じで茶色くなってますが、こっちはね色が青だったりと、それぞれの水が異なるものであるということが分かります。あと向こうは干潟になってますからね、ああいうね、多分そのドロドロの色もあるんじゃないかと思います。もうだからほとんど海みたいなもんなんですね。面白い、綺麗なところに来たな。鳥も涼しいところが好きなんですかね。アオサギが廃止になって解体されつつある川のなんていうの、橋梁か、橋桁のその下のところに入り込んでいます。なんか狙うものができたのかな、姿勢が変わりました。ここから河原番外地を眺めていたらですね、東京のビル群がまあそれは見えるだろうなと思うんですが、その向こうにあるこれは音楽的に富士山でしょ。こんなものまで見えるんですね。景色のいいところです。さあもう残るはですね、ディズニーランドまで、あとは江戸川の千葉県側を走るバスに乗ればあとはすぐです。まあ実はね、さっきの番外地のすぐ近くのところにバス停あるんで、そこから別に乗ればいいんですけど、わざわざ橋渡らなくてもよかったんですが、本数はたくさんだ。ただ今もう15時になっていますね。あと1分で来るみたいです。バスは浦安駅もあたりまでしか来ませんので、ここで一度乗り換える必要があります。ちなみに上を通っておりますのは東京メトロの東西線です。大丈夫ですよ、ちゃんと千葉県ですから通ってるのは東京メトロですけど。ディズニーランドが浦安にあるというのは有名ですけど、浦安も大きいからね、そう簡単には行けないですよ。バス停まで約5分、そんなに遠いのか。あれのことでしょ、どう見てもあれですよね、
まあ、ここがなんか始発らしいんでまだ時間あるんですけど、1分30秒ぐらいで着きそうだけどな。さて無事に舞浜に着きました。バスでここへ来たのは初めてですね。今ね、ラーメン食べてお茶飲んでちょっと休憩してるところなんですけども、さっきのこの部分の復習をしようと思って今ね、今昔マップというものを取り出しました。ご覧いただいて分かりますように、河原の番外地のあたりからここら辺はですね、もう全部都県境が途切れてしまっています。で、この上にですね、非常に貴重なあの明治時代の地図がありまして、これ動かすとこれ両方がね、大体同じように重なるようにして動いてくれるんですよ。でもうこの辺りは改造されまくってるから形が随分違いますけど、これがもう20世紀初頭か、もっと古いやつもあるんですよね。これが1896年から1909年頃の地図で、これを見ると江戸川の流れが今とちょっと違っているので、この河原番外地のどっかこの辺の一部ですね、この辺が旧東京府の県境の多分 こっち側に入るという理屈になるんですよ多分。僕さっきちょっと間違えてたな、ここにもともと中洲があったんじゃないかみたいな話だと思うんですけど、中洲はもともとはなかったみたいだ。で、だからこの番外地の多分この辺、ここに県境ができて、どっかこの辺りだけが東京都の飛び地になるというのが多分都の主張なんですけど、でなんかね、そっちの方が一応法的には正当性は高いらしいんですが、まあそういうこともあって多分ね、この辺りが東京都がなんか管轄している、江戸川区の、江戸川事務所になっていてですね、国土交通省の事務所になっていて、でこっち側はまあその昔の県境に従えばやはり千葉県市川市におそらくなるので、それでこの辺にさっきの野球場みたいなのがあったということなんでしょうね多分。でですね、面白いのは実は東京都と千葉県の県境が定まっていないところはここだけではないということです。到着したここね、ここがあの舞浜のあのディズニーランドとかの敷地なんですけど、この舞浜駅からですね、こういったこの舞浜大橋というところで千葉県と東京都の県境がまた途切れてしまっています。このね、京葉線とかが通ってこの舞浜大橋からこの海側の方もやはり県境が決まっていないんですよ。今この舞浜駅のところにいるじゃないですか。これが1890何年とかね、その頃はどうなっていたのかというと、こうなんですよ、わかります？これ存在しなかったんですよ、このディズニーランドの埋め立て地は。この辺りほとんどもうみんな埋め立て地なんでね、この辺なんかももう地形が全然違います。新木場の辺りの土地とかはもともと何も存在しなかったわけです。この辺りは割と最近になって埋め立てられて開発が進んできたところ。よし、というわけで早速それを見に行きましょうね。ディズニーランドと逆側に出発。この辺りは道の構造がとても入り組んでいますので、ちゃんと確認してから行かないと後で面倒なことになります。これはこっちでいいのかな。なんかこの道じゃなくて向こうから行かないといけないみたいだな。もうなんか道がこんなになっててね、意味わかんないんですよ。さて、それではいよいよ問題の舞浜大橋に上がってきました。この橋を渡り切ると東京都との県境をまたぎ江東区に入ります。天気は良くなってきまして、富士山もくっきりと見えます。この舞浜大橋を渡る前によく確認しておくこととしては、お隣を通る京葉線のこの鉄橋の名前です。これはですね、今ちょうど隠されてしまいましたけれども、江戸川橋梁という名前で呼ばれています。結構重要な情報のはずですよ。なぜかというとね、さてついに来ました、東京都江戸川区と千葉県浦安市との境界です。私は今日東京から来たわけですけれども、しかし都道府県境をまたぐ移動は自粛してくれと言われています。それに従う限り東京へ帰ることはここからはできません。うっかりですね、こ
これをこうやってしまったらこれ大変なことになりますよ。これね、もうまあね、自粛破り。しかしですね、先ほど言いましたように県境はここまでです。これどういうことかと言いますと、まず今ここを流れているのこれ一応川でして、これより向こうは東京湾になります。その京葉線の橋梁があるので見えませんが、もう向こうは海でしてすごい風が吹いています。そしてですね、この川を向こう方面に遡っていきますと、先ほど皆さんに見ていただきました旧江戸川のですね、高門店 の水位が違うパナマ運河方式ですよと言いました、あれがあるというような場所です。で、この川よりもこの舞浜大橋よりも向こうはですね、全く都道府県境が決まっていないという状態です。 Google マップを見ていただきますと、まあ、ちょっと位置情報がずれてて東京に入っていることになってますが、まあこういうことじゃないですか。で、ここから先もここに県境があるように見えるんですが、実際にはね、まあこういった状態でして、舞浜大橋まではね、ちゃんと県境があるんですよ。で、ずっとこれをちなみに遡っていきますと、遡っていくとまたさっきの、まあ、この県境がないところになるんですけども、まあそれはともかく、ここから向こう方面でははっきりしているんですが、こっち方面ははっきりしていません。で、これについて、浦安市からのきちんとした、声明みたいなものが出ています。これ浦安市の公式ホームページなんですけれども、ここにはですね、このように書いてあります。この舞浜大橋の先は境界が定まっていません。ちょっとね、 Google マップでまた見てみましょう。あ、地理地図の方がいいや。なんで境界が定まっていないのかと言いますと、まあこの問題はディズニーランド周辺を埋め立てするときになんか特に顕在化してきたらしいんですが、この旧江戸川の県境をそのままこの県境をまっすぐ伸ばしていくのか、それともこの河口の向きに垂直に向きを変更して、そして下ろしていくのかによって、それでね、それぞれの東京都側と千葉県側の主張が分かれているのです。まあ、東京都側としてはこれを、河口の向きに直してこっち向きにね、ここへこう下を下ろしてほしいということなんですけれども、千葉県としてはこれをこのまま延長してほしいということで、お互いの主張を確認しているんですけれども、まあ、ともかくこの私が立っている舞浜大橋よりも向こう側については定まっていません。で、今見た限りですね、この公式ホームページには舞浜大橋の先は境界が定まっていませんって書いてあるんですよ。ということは舞浜大橋よりも向こうを走っている県境線は、そのまま言葉通りに受け取ればですよ、ここまでしか県境が決まってないんだから、それは県境じゃないところを通過しているってことになるんですよ。で、特にそこには千葉県とかね、東京都とかいうことは、まあ、看板は出てませんよ。まあ、JR が出してないだけかもしれないですけど、だから私はこの橋を渡ることはできないんですけども、実はですね、今日わざわざ万が一の方を迂回してきたんですが、実はもしかすると京葉線に乗ってここを通過しても東京都と千葉県の都県境はまたがないという可能性があるんですよね。もう一回確認しますけど、ここには江戸川橋梁というふうに書いてあって、こっちは舞浜大橋ですから、で、浦安市の方がね、この江戸川橋梁よりも向こうの県境が決まっていませんって言ってるならともかくそうじゃなくて、こっちの橋よりも向こうが決まっていないって言ってるんだから、まあそう考えればこっちで行けば大丈夫ですよね。この橋を渡るバスに乗って県境を越えるのではダメですけどね。というわけで、帰りはですね、京葉線に乗って帰ってしまおうと思います。多分問題はないはずです。まあそんなこんなで、ね、そうそうこの動画も終わりが見えてきたかなというような頃合いになったと思うんですけども、まあ、せっかくなんでね、この動画これふざけて県境移動自粛とかなんとかとかやってるようなところですから、まあ皆さんに、ね、追加でお伝えできることがあったりしようかなと思って、まあ、今回この動画作ったんですけども、ね、やっぱみんながもうちょっとだけでいいから気をつければ感染者数僕めっちゃめっちゃ減ると思ってるんですけど、そんなことないですかね。なんか例えばすごいもう気安く居酒屋さんに行って何も気にしないで、みんなもう全然もうマスクもしてないような人が大人数集まって、ですごいうわーとか普通に宴会とかやってるところみたいなのあるんですよ。で、
まあ、あのそういうことをやる人はもうどうしてもあの出てくるんで、別にそれ自体はいいと思うんですけど、例えば宴会とかするにしてもですね、まあ、ずっと常に口に何か物を運び込んでるわけじゃないでしょ。特に宴会とかそうじゃないですか。だからそういう時はなんかそうお酒飲む時だけ、まあ、こうやって外しながら飲んで、飲んだらこうやって喋ってればいいと思うんですけどね。でなんか食事もさ、そのこれまた口に運び込む時だけこうやってこう食事入れて、それで、まあ、そんな別に長くないじゃないですか、その口に物入れてる時間が。そういう風なことすればね、それ自体はちょっと面倒くさいことだとは思うんですけど、マスク会食なんかやってられるかよっていうのは、まあ、僕は感覚としてはよくわかるんですけど、でもそれやっとけばね、飲食店がなんか8時で全部閉まっちゃったりとかさ、もうなんかみんな飲食店がなんか大変だ困ってるとか、その僕がなんか行くね観光地もどうこうとか、その乗りたい列車も僕は乗れないですし、まあ、そういう風なね、あの不便をしなくてもいいと思うんだけどな。で何よりそういう風な不便がなくなればね、あのもっといろいろなところにお金が回って潤いますから、うん、そっちの方がいいと思うんですけど。さっきもね、あのバスに乗ってこういうのが貼ってあったの見たんですけど、もうバスの中で喋るときはすごいもう小声、もし喋るならマスクして小声で喋りましょうとかですね、それからあとはもう換気はちゃんとやってとかですね、あの目と鼻と口はもう絶対そのままでは触らないとか、まあ、そういう風な対策をしておけば感染リスクはほぼありませんって書いてある。僕もねそう思うんですよ、ほぼはないと思うんですよ。なのになんかその混んでる列車に、ね、なんか乗るのはちょっと危険だなとかいう風に考えなきゃいけないのがすごいなんかバカバカしくてですね。飲食店もそうなんですよね。別にそう食べるときに、もうこう口とか触らなかったりとかね、目こすらなかったりとか、まあ、咳する人は行かないとかですね、もうマスクしてないときにこうやって喋るみたいなことをすればだいぶマシだと思うんですけどね。そうしたら飲食店もね閉めなくていいと思うんだけど、まあ、そうであってもね、都道府県を越えるような、要するに長距離の移動というのになると、行ったことのないところにコロナがこう巻かれたりとかして、そこ医療資源の少ないところが崩壊したりして大変だということになりますので、まあそれは県境を何でも気にしないで移動していいのかって、またそれは別だと思うんですが、ここは東京でも芝でもないはずですよ。ただあそこは千葉でこっちは東京です。境目はありません。うわ、東京駅にシャトル舞浜の乗車口まだ残ってるのか、これはすごい。まあこれだけです。ありがとうございます。